そうなの、机の上なんです。風邪ひいちゃったの。そうなの。最悪だよね。ごめん、後ろにさ、いろいろ置いてあるんだけど許して。めっちゃ久々な気がします、配信。いつぶり？本当に 本当にいつぶりって感じ。なんかワンチャン9月。あ、違う、おしゃべり会やったか。今日はちょっといろんな話をしたくて配信しました。いや、ブースティー祭り終わりました。本当にお疲れ様、私、そしてメンバーみんな。きつい。くさ、映ってないよね、私鼻かんでるとこ。本当にお疲れ様です。あ、本当にそうなの、風邪ひいちゃった。本当は今日、本当は今日めっちゃゆっくりめっちゃいっぱい配信する予定だったんですけど、ちょっと、この風のせいでちょっと話したいことを全部話したらやめようかなと思います。でも結構いっぱいあるんですよ、話したいことが。お薬飲んだの。でもね、風邪だからちょっと鼻炎のお薬効かないの。そう、ブースティー祭りね、あのね、本当にすごかったでしょ、ボリュームが本当にコンサートみたいな感じだったよね。そう、なんか私たちも本当にあれくらいのボリュームだと思ってなくて、そう、本当に2週間くらい、1週間かな、2週間くらいでめっちゃもう曲を詰め込んで、みんなで頑張ってやりました。そう、なんか私は本当に振り覚えが早くない方だからめっちゃ大変で、夜も結構寝れない日があったんですけど、そう、
なんか私はまだ曲数が先輩たちよりは少なかったから、先輩たちはどれくらい大変だったんだろうって思います。めっちゃ本当にね、大変だった。でもやっぱり本番って練習通りにはいかなくて、あ、ここ練習ではできたのになってとこがめっちゃあったんですけど、そう、でもみんな頑張ったねって言ってくれて嬉しかったです。そう、あの HKT さんの曲もやったんですよ。初恋バタフライとか好き好きスキップとか、あとなんだっけ、何したっけ、君とどこか行きたいとかもみんなで覚えてやったんですけど、 HKT さんの曲って本当にいい曲ばっかで、私初恋バタフライが宮脇さくらさんが卒業コンサートでやってたんですけど、めっちゃ好きで、もうそれが披露できるのがめっちゃ嬉しくて、しかも衣装が新時衣装だっけ、でめっちゃ嬉しかった。めっちゃ可愛いし、何曲やったんだろう。なんか私本当にスプリングコンサートより結構大変だったなって個人的に思ってて、衣装はねサーヤさんがね多めだったかな。そう、本当になんかもう本当に正直めっちゃ大変で、うん、寝れないみたいな、寝れないし覚えられないしもうどうしようみたいな感じで、私結構本当に不安な気持ちが大きくて、なんだろう、そのステージの構成作りが結構複雑だったんですよ。それでなんだろう、うん、なんか不安な気持ちが本当に大きくて、なんか私にできるかなとか、その HKT さんがいる中でなんか迷惑かかっちゃうかもしれないっていう不安が本当に大きくて、そう、ちょっと待ってね。くしゃみした。あ、やべ。そう、不安が大きくて、もう毎日なんかもうドキドキみたいな感じだったんだけどね。そう、レッスン場で、そう、不安な気持ちになりながら一人でぼーっとしてたら、みゆみゆさんが隣に来てくれて、そう、本当に振り覚え早くなったよねって言ってくださって、私本当になんかこの期間本当にみゆみゆさんに支えられたなってめっちゃ思う。そう、
なんかもうその時になんかあちゃんと見てくれてる人がいるんだって思って、そう、そこであよし頑張ろうと思ってめっちゃ頑張りました。私はなんかなんだろう、みゆみゆさんがなんだろう、キャプテンとしてめっちゃなんかこうなんて言うんだろう、責任感というかなんか感じてるのが私すごい伝わってきてて、だから私ブースティン祭りが終わったら私一番に俺を言いたかったのがみゆみゆさんでそう、それで終わってなんだろう、終わってでもみゆみゆさんもいろんな人とお話ししててなかなか話しかけに行けなかったんだけど、もうさっと行ってみゆみゆさんのとこに、ちょっと待ってねみゆみゆさんのところに行って、みゆみゆさんが一番大好きですって言ったんですよなんかみゆみゆさんが目の前にいると言いたかったことが全部言えなかったんだけど、なんかみゆみゆさんが一番大好きですって言葉しかその時は思いつかなくてそうね、それでなんかでも気持ち伝わったかなと思って、私のギュッてしてもらってでも語彙力なくなっちゃったんだけど、本当に伝わったかな、伝わったはずなんだけど、めっちゃそう、よかった伝わってて。みゆみゆさんのおかげで乗り越えられたっていうのが大きいから、今回はそう、私本当に自分から話しかけに行くのも自分からそういうことを言うのもなかなかしないからもう本当に緊張したんだけど、よかった伝わって、伝わってるかな、伝わってるかなちょっと心配なんだけど、ちょっと画角のせいか漏れないんだよね今日そう、本当によかった。でも私言えずに終わることが多いから、伝わってよかったな。あ、鼻水が垂れてくる。そう、あとね、そう HKT さんともたくさん写真撮れました。石井彩音ちゃんとか、あと私お顔がめっちゃドタイプだったのが栗原紗英さんと最上菜々香さんなんだけど、
最上菜々花さんとは通称が取らなくて、ちょっと時間の関係で、次会えたらぜひお願いしたい。めっちゃ可愛くて、そう、めっちゃ頑張りました、自分から話しかけて。わかる、細かった、めっちゃ。変なこと変なことしないですよ。通称はね、チャットに載せました、載せたよ。いや本当にね、大変だったねこの期間、でも楽しかったです。やっぱりお姉ちゃんも来てくれてて、2日目はお姉ちゃんが来てくれて、そう、私のペンラ振ってくれてて、こうやって手振ったらめっちゃこうやってて面白かった。そう、お姉ちゃんにめっちゃレス送った、私。そう、いろいろあったね、東京のおしゃべり会もめっちゃ楽しかったし、そう、あ、そうだ、一番言いたかったこと忘れてました。あのですね、私今までずっと言ってこなかったんだけど、11月17日の大釜のおしゃべり会絶対に完売したくて、なんかそう、完売目指してて、本当にそう、今まで言ってこなかったんですけど、なんか、なんだろう、みんなに、なんだろう、なんか負担をかけたくないっていうのと、そう、いろんな不安があってずっと言ってこなくて、でもやっぱりなんだろう、最後のおしゃべり会オフラインって思うと、やっぱりなんかたくさんの人に来てほしいなっていう気持ちがあって、ごめんね、ちょっと鼻が、それでちょっとみんなにお願いをする形になってしまって、本当に申し訳ないんだけど、ぜひ完売をさせ、完売目指しているのでご協力お願いします。そう、企画とかはこれからみんなで考えていきたいから、まだあんまり決めてないんだけど、とりあえずそう、4部を販売させたくて、テロップに書いとこ。風邪やだな。
よし。あ、ありがとう。あ、本当に。なんか最後だからめっちゃめっちゃみんなと話したいし、ありがとう本当に。ちょっと言うのも結構勇気がすごい いる本当にずっと黙ってたからあれだったけど、みんなありがとう。何話そうね、いっぱい話したいです。いっぱい話して、待って、ごめんね、ちょっと待って。ありがとう、頑張った言った。なんかやっぱりお話ししないと私の良さって分かってもらえないところが多いと思うからたくさん遊びに来てくれると嬉しいです。絶対最高なおしゃべり会にするぞ。おう、めっちゃ話しやすくてマジマジ、え、嬉しい。私もおしゃべり会めっちゃ好きで、そう、話しやすいって言ってくれる方がすごく多くて嬉しい。嬉しい、ありがとう、待ってるね、みんな、ラブです。嬉しい。っていう話を一番したかったですそう、ね、ショールームしてなすぎていろんな話しようかなと。いや、ブスティね、すごかったよね。ピアスかわいい。え、嬉しい。一個開けたんですよ。なんか今日は清楚。嘘、嬉しい。片方だけなの？うん、こっちもね。いつから開いてるの？いつからだっけ？高1の6月くらいに開けて、この前こっちとこっちに1個ずつ開けました。
たくないよ。いや本当に HKT さんマジで可愛かった。みんなお顔が強すぎて。なんかブースティー祭りのリハ朝から夜まで会った時にマリナさんがお菓子を買ってきてくださったんですよ。そう、それでそのみんなちょっと遠慮してて最初、そしたらマリナさんがナギ一番手に食べなって言ってくれて遠慮なくいただきました。嬉しい。そう、ゆなさんのグミもねめっちゃあって、私最初スタッフさんからの差し入れかなと思ったの、そしたら全部ねポキさんのでびっくりした。えグミ屋さんすごい。ねえすごかった。グミ屋さん本当にグミ専門店。めっちゃ余ってるの。そうなの。友達になれそうな HKT の方いましたか？そうだな、なんかいろんなこと喋ったんだけど、7期生の石井彩音ちゃんとはめっちゃ写真撮った。そうめっちゃ可愛かった。目が大きい。でもアンナが推しらしくてそう、おい、あゆあゆ見てるんかい。そう、アンナが怒るからね。あんまり言えないですけど。そう、七期生めっちゃ可愛かったな。強いし、でも私君とどこかへ行きたいで、あの荒牧美咲さんとペアだったんですよ。めっちゃ可愛くて目が大きくて、 それで私ステージ裏で声をかけたんですよ。めっちゃ可愛いですって言ってそう、でも卒業されちゃうらしくて写真撮りたいって思ったんだけど、なんか写真撮らなくって、撮れるかな卒業前に。残念。そう撮りたかった。でもめっちゃ可愛かった、マジで。いや本当に、髪色がおしゃれ。黒髪、ああ私のことかと思った。美咲さんね、
卒業公演行きたい。ね、いろんなことがありました、ブースティー祭り。4期生が成長できた期間じゃなかった期間じゃないかなって思います。ね、屋台もね、お邪魔させていただいたんですよ。いやー、そう、本当無事に終わりましたね。あ、やべ。そう、ドラクエもやっとできる。今日ちょっとしたんですよ。でも今日めっちゃ寝て、やっとドラクエできる。風邪つらそうね、ちょっとつらいかも。ドラクエね、マジでおもろいからね、やってほしい。あ、いえ、くしゃみするたびに前髪が変になる。そう、明日も配信しようかなって思ってるから、見てくれると嬉しいな。ドラクエトークは明日します。ごめんなさい、ちょっと鼻水がひどい。まあ、言いたいことも言えたのでね、今日はこれを買って、配信でみんなで飲もうって思ったんですけど、ちょっと鼻から水が出てくるので。明日病院行ってきます。全然あるし。そう、アンナがね、よくこれしてるんだよ、鼻にティッシュ突っ込むやつ。花粉症、いやー、なんかね、喉が変だからね、風邪だと思う。やだー。でも言いたいことを言えた、全部。今日話そうと思ってたこと、ブースティーのこととオフラインおしゃべり会完売したいですってとこ言えたから。え、でも、あ、大丈夫だよ。あさっての前座は絶対出たいなって思ってるから、大丈夫、安心してほしいです。明日病院行ってきます。あ、皆からのメールも見たいので、10時前にやめようかな。団長呼びます。ごめんなさい、鼻水が。あれ、団長ってどうやって呼ぶんだっけ。
壇上って何位から読むんだっけねえ、壇上って何位から読むの何位から、あ、13位か、13位ケンツさん、12位ヤマジョヌマさん、11位ビッグラブコさん、10位スパローさん、9位ミッチちゃん、8位マコイモさん、7位リョウスケさん、6位新潟カズさん、5位ワタちゃん、4位ディヤマさん、3位3位マスルさん、2位ハッピーさん、1位メープルナオくんです。ありがとう、ありがとう、ごめんね、本当はもっと長くするつもりだったんだけどさ、鼻水がひどくってさ。ありがとう、見てくれて、お大事に、ありがとう、大丈夫だよ、見てくれてありがとうございます。おやすみ、バイバイ、ありがとう、めっちゃ寝ますめっちゃ寝たけどめっちゃ寝ます、おやすみ、バイバイ、あ、間違えちゃった。